あ、YouTube 初登場ですか。僕出てない。一個も出してもらわれへん。いや、そんなこと、そんなことない。いやいやいや、そんなことないですよ。出たことないんや。ねえ。まあ、現状維持です。現状維持ですけど、細かなとこ変わってません。こんなん入ってました。ここ入ってました。入ってました。あ、ここも入ってました。細かいところ、細かいところ。僕知ってるのはヘッドライト変えた時、色もちゃうなんですよね。あ、色もちゃうなんですよ。あ、青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 、で全部塗り直した。あ、あれラッピングやったんですか。ラッピングで、ラッピングで灰が入りもまた、はい、ブレークだけするけど、はいはいはい、で塗り直してもらったかな。で元色はこれだったんですか。元色はこれです。あ、もうね、もう何年、8年多分8年、そんなのあるんですか。でも青色やった時が16年とか17年やからですよね。もう3年4年経ってます。あれからね。で、この前のものから2年前からやってる。エアロとかその辺は現状維持。フロントバンパーは変わりましたけどね。変わりました。評判とか、はい、あれだね、うん、バーコー、はい、いいだからグリルだけを入れた。レクサスグリル、自作でレクサスのエンブレム、レクサス入っとるねこれ前から入ってましたよね。前トヨタ、前トヨタでしたっけ。今回はレクサスのグリルをそのまま引っ張ってって埋め込んだから、はあはあ、今度これがレクサスだった。取られへんのもね仕方がない仕方がない、仕方がない。網が嫌やったから。あとは、カッティング増えたぐらいですか。そうだね、カッティングも変えたぐらいですよね。自分で、あ、これ自分でカッティングです。全部で、これも、え、これもこれも自分でカッティングです。だから、ムロスタイル自分でカッティングで、全部自分で買ってくれ。いやもう、まあね、室尾さんその辺はつまめなんですよね。何でしたっけ、漫画チックな、あ、イラストね、イラスト風の写真加工したりね。そうそう、もう今やってないですけどね。そういうのをねされてましたから。そうそうそう、結構まめっすよね。自作だ。マスクも自作ですね。え？自作です。ほんまっすか。そうそうそう、はい、みんなチームで作られてるのちゃうんですか。これは僕が勝手に作ってで配ったり。あ、そうなんすか。まあ店で作ってる人もおるけど、ほう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 、同じすごいな。なんか頼もうかな、フジモンチャンネルのやつなんかね、なんか頼もうかな、ロゴでそう、現状維持。現状維持、通勤者なんでね。そうですよね、普段乗っとってんすもんね。そのからはもうだから外した。ああ、そうなんですか。荷物乗せられへん。同じだったけどね、まあ、後ろも変わってないですね。後ろも変えてないですね。このデザインが好きで、ずっとこのままいじらん乗ってるんやけど、特にだからかっこいいね。今後なんか変える予定ないですか。どうですか、車変えるですか。車を変えたいスーパーキャリー、ジャンボがいいね。あ、ジャンボがいいな。スズキじゃないですか。キャリーは、いや、スーパーキャリーの方が広いですよ。いや、スーパーキャリーはちょっと形がね、ジャンボがいいな。ジャンボがいい、ジャンボがいいんすか。遠出する時がやっぱりね。そんな寂しいこと言わんとってくださいよ。スズキで行きましょうよ、スズキで。違うのもね、たまにはね、うん、ね、いいかなと。なるほど、現状維持ですか、長く
そうやね。でも綺麗にエアロも割らずに。そうやね、なんとか。これ車高調ですよね。うん、エアサス？うんうん、ダウンサス。だけ？うん、え？ダウンサス。結構低くないですか？低いですよ。だいぶ下手っとる。そんなそういう事件の話っすか？はい、あ、これが効いてるんか、このこれが。これがこれもこのエアロもニコイチなんで。あ、そうなんですか、ね、これニコイチなんです。後ろもニコイチなんです。ということはこの辺か、この辺からか、そう、下3センチ延長してあって、でこれ、あ、そうそう、言うとこに、右のデザインとダクトのデザインと左のダクトのデザイン違うんです。え、左の、あ、ほんまや、全然違う。これこの左のラインデザイン全然違う、うん、別の右ですね。これショープロさん？そう。あ、ショープロさんやね。そうそう。へえ。こっちは一応撮影用いう形で左側の撮影するように凝ってある。ほう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 。ダクトから出る。でもここはあまり撮られることがないかな。普通に。ああ、なるほどね。あんまりみんな気づいてくれない。右と左違う。こっちは三連と後ろも入って。後ろが入って。4連ある、ね、4連か、うん、こっちは2連だけ。あ、そうやね、2つやもんね。へ、うん、やっぱ言わないとわからん、ね、いや、まじまじと見てないですもんね、 そこまでね、うん、なんか一応ワンオフのリアルにな、刺すだけでここまで低くなるもんですね。そうね、よく言われるんやけど、後ろは組み替えだけでしょ。そうそう、めっちゃ良かった。まだ僕ら買った時はその車高調とか、ああ、ああ、主流じゃなかった感じ。ダウンサスがメインや。でホイールこれ何インチですか。17で、17入ってここまで言うたら、そうだ、17でここまで引っ込められる十分やね。ダウンサスこれがね、うち。なるほどね。乗り心地がやっぱ悪いんですね。まあでも普通に乗れますね。そうか。いや、車高調や思ってた。そうそう、よく言われるんですね。まあ、エアロが低くしてあるうん。なるほどね。よく見えるっていう。いや、これもあるしね。そうそう、これも一応だからオーバーフェンダーもあって、つけてあるからね。あんまりかかりで言うたら、そう、こっからかけとく感じやもんね。そうそうそう、もうほんまここしかかかってない、うんうん、であんまりこういうの下げるともうタイヤが当たってまうから、ね、ああ、なるほど。これがギリなんで、調整ができるからね。いいっすね。ないこと見せてると。うん、だから車検もだから全然大丈夫。あ、そうなんですね。普通にずっと下げ通せます。へえ。まあエアロがちょっとこう取らない。うんうん、車検も全然車高は引っかからへん。なるほどね。実用的ですね。なんか波乱もすること絶対ないないしね。うん、おー、 YouTube 初登場ムロスタイルフジモンチャンネル、フジモンチャンネル初登場なかなかね、イベント少なかったから出会うことが ね、 そうね、うん、でしたけど、はい、そんなことない、ね、そんなことない、ね、そんなことないですよ。また来とるな、はい、次はじゃあジャンボで、ねえねえねえ、次はジャンボになった時に撮りますわ。ありと紹介してもらう、はい、します。で今日は撮影班でね、今日は撮影班で、いつもの撮影班で、はい、はい、撮影今日がねあります。頑張っていきますんで、はい、ありがとうございました。